戸田総裁場戸田総裁場は東京都板橋区船戸4-15の一にあるミニへの斎場仮装場である株式会社戸田総裁場が経営している。独自に式場も併設しているが隣に NPO 法人である総裁文化センターが運営する船戸斎場がありそこから出館して仮装路を利用する草加もある。東京都区内最後の公園突の 重油焚き微装場であったが、都市ガスに改められて煙突は撤去された。炉は引き続きロストル式である。板橋区内にありながら、戸田と名乗っている理由は、1926年3月29日の設立当時は、荒川が総裁場よりも南側を流れており、総裁場のある現在の船戸四丁目が埼玉県戸田町に所属していたためである。 その後河川が改修され、1950年に板橋区に編入された。戸田変電所が板橋区内にあるのも同じ理由である。出店は総合案内。式場と仮装場は同じ敷地内にあり、棺を徒歩で運ぶ方が早く着く距離であるが、儀式として霊柩車で遺体を運ぶ。遺族2名が同乗する。車寄せから仮装路まで延べ送り回路が設けられ、 棺を台車に乗せ、職員の先導でルマイホールへ移動する。都市の発展により23区内では、ほとんどできなくなった徒歩での送列を、わずかな距離ではあるが行うことができ、おごそかな雰囲気の中で旅立つ個人を送る最後の儀式ができると利用者からは好評だという。また、遺骨を粉末状にして、分骨や散骨などを希望する遺族へのサポートも充実している。 出店は公式ホームページの交通案内、地図。バスは国際工業バス船戸小学校停留所下車徒歩5分。最寄りの出口は首都高速池袋線板橋本町出口。板橋区、練馬区、北区、豊島区は甲市、新座市、川口市、戸田市。ありがとうございます。